はい、テッシーです。予告通りベスタ2の入り口まで来ました。はい、行きましょう。あー、そうそうそう、こんな感じなんですよね。これで仲間が外れちゃった場合はここでまあ元に戻すという感じです。いきなり扉がありますね。わ、あ、そう、ここですか。ここであなたが出てくると。で、しかもクリークさん、クリークさんいるじゃないですか。デッドポッド、クリークさん、回復役、回復役のクリークさんはもう健在ですね。怖いな、ここ。こういうとこで、ああ大丈夫か、仲間が外れるんすよね。急にわからんとこ来たぞ、これ。わからねえな、どこなのか、ここは。出た、メガトン、ボクサリーノの介護官。全然怖くない。え、仲間呼ぶんか。クリーク呼ばれた、クリーク迷惑だな。なんでっていう、しかもなんで俺たちだけなの。せめてメガトン1体置いといてっていうね。いや、全くわかん、絶対もう外れ、 100% 外れ。まあ SS メガトンはキメマサを使うと。でも問題ないと。いや、正直ここのベスタ2迷ってはいたんですよね、来るかどうか。もうやっぱり前回ベスタ3で、まあ、ほぼほぼクリアの状態じゃないですか。バイオの宮殿だけなんで、まあとってもなーって思ってて、これ動画今撮影してますけど、撮影前もちょっと迷ってたんですよね。いや、もうバイオの宮殿行っちまおうかなって。でもちょっとやっぱり不安なところもあるので。出た、リタははぐれてしまった。っていうね、ここどこって。やばいな、外れだと。なんだったらベスタ3よりこっちの方が危険だっていう。ガチでいないからね。いや、まあでも男3人になって、これはこれで気が楽かな。逆にね、セラミボディいらねえわ。逆に楽、気使わないでね、いろいろ喋れたりするから。そう、迷ったんですよね、来るかどうか。今更手に入れてもっていうのがあって、ただやっぱりランクの高い武器、これを合成するためにまずお金が必要だと。で、さらになんだ、その材料を集めないといけないと。で、まあ材料集めにはやっぱり移動手段が楽じゃないとめんどくさいよねっていう。で、こうやって戦うことによってお金も手に入ると。で、現状ランク5の武器が装備できない状態にあるからね、ちょっとレベルも上げていこうかなと。ランク5装備してないとボスがきついんじゃないかなってちょっと思ってまして。でもこれリタがいない状態だからあんまり戦いたくないのよね。リタのレベル上がらないでしょ、これだと。だからさっさと行きたい。いやいや、かわいそう。だからクリーク1体呼んでもめっちゃかわいそうじゃん。ゴールが全くわからん。まあしらみつぶしで行くしかないね。まあしらみつぶしって言ったけど、
シラミを潰すってあんまりいい表現じゃないよね。汚いイメージがある。ただコツ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 全部やっていくと。もうコツコツ派ですから、テッシーは。本当に何をやるにも淡々と進める、コツコツ進める、それが重要です。うん、続けられることってやっぱり自分で言うのもなんだけど、一つの才能だと思うんですよね。やっぱり途中、まあこれ YouTube でもなんかすごい、まあ、今年コロナとかあってすごい流行るっていうか、まあその前からもうほぼレッドオーシャンですけどね。まあゲーム実況とか、ゲーム実況始めましたって言って、まあ自分2年3年ぐらいでやってますけれども、その時に始めた人、まあツイッターとかでフォローとかしてた人とか、まあ勝手にされるのが多いんですけど、そういう人で続けてる人ってほぼいないですね。続けてる人はいるんですよ、もちろん。残ってる人は、あ、やっぱり残ってるなっていう人で、ほとんど残ってない。ツイートとかもなんか去年の何月、2019年、2018年とかで止まってるんですよね。あーって、やっぱり続けることってやっぱそんだけ難しいということなのかなっていう。ほんとゲーム実況だ、ゲーム好きじゃないと、もう好きだけじゃダメですよね。なんか好きを通り越しての好きじゃないとダメな気がする。あー、なんとなくね。好きでも結構辛いっていうか、時間がなかったりするとうって自分でも思いますもん、正直。いや、ちょっと体力持つかなとかね、思ったり。でもやっちゃうんですよね僕の場合はね、やっちゃいますね。やっちゃいます、僕の場合は。ただそれほどの、なんというか、勢いじゃないと続けられない、やっぱりね。そこですよね。1年1ヶ月かな、まずはね。1ヶ月頑張れないともうきついよねっていう。正直言っちゃえば1ヶ月頑張れれば1年頑張れると思うんで。で、1年頑張れるっていうなら、もう5年10年やっていけると思うんですよね。やるだけだったら、で、そこまで頑張れる人って一生頑張れるという感じですよね。やっぱ最初のちょっとですよね。まあ、3日坊主から始まるわけじゃないですけれども、3日、そうですね、そこの1週間とかを大事にコツ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 できるんであればできると思います。これ別にゲームとかゲーム実況だけの話じゃなくて、なんか新しいこととかやり始めるときの、まあなんていうのかな、秘策じゃないですけど、秘策っていうか、まあ心理みたいな感じですよね。最初の1週間をどう過ごすか、新しいこと取り組むにあたって。こいつめちゃめちゃ経験値持ってんな。まあいいわ7200、すごいね。そこよね。だから新しいこと挑戦するときは、最初だけはちゃんと計画した方がいいよねっていう。行き当たりばったりでやっちゃうと、結局時間とか体力とかが
持ってかれちゃって、あー結局できなかった、こんな自分嫌だ、あーもういいわ、ちょっともうやめようみたいなね、モチベーションどんどん下がっていっちゃうからはね、アストロもはぐれましたよ。こうやってね減っていくんですよ、やっていく継続できる人がね、まあ、寂しいっすわ。まあ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 、まあ、最初の段階ですよ、ジンとデニス。計画練っておくと1ヶ月分、1ヶ月分っていうか、まあ1週間、そうすればまあまあこうなったらこうなるよねっていう時間が本当に最低限、最悪こうなった場合でもこうなるということであれば、おい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 とちょ待って、ついにテッシー一人になったぞ。あれこんなきつい、どっちだろう、なんか 上行こうか、とりあえず。これ正解っぽいな。怖い怖い、いやリーダーはってお前しかいねえだろ、よく見て戦いって、誰に向かって言ってんの。そう、最初の段階でデニス仲間にしなかったら一人パーティーなんですよね、多分ここじゃねえかな。よし来た、あーそっか、でも帰らないといけないのかこれ。僕の名はユン、ランド2から逃げてきた市民だ。だがここも安全ではないようだ。武器や食料を求めてここまで来たが、もう酸素すらない。敵のハイドロウイングを奪った。後から来た者が使ってくれ。僕はここで生き耐えるだろう。ごめんね、マリー。さようなら。はあ、悲しいのばっかだわ。悲しいことばっかだわ。いやいや、もう新しい情報はないでいいだろう、そこは。いやー、ここの入り口にいたあの女の子ですよ。悲しいな。そう、悲しいっすね。だからまあそのね、計画って大事よねっていう。あとやっぱり体調管理大事。わしの場合はね、もう僕の場合睡眠、これめちゃめちゃ大事にしてて、もう絶対6時間半は寝ることにしてる。1日、これがないともうダメだって思って、いろいろやっぱりいろんなことやってきて、徹夜とかずっと起きてるとか試してみたけれども、やっぱり効率が悪いっていうことが分かったから、もう6時間半寝ると。そこはもう基本的なことでやっちゃってる。だ、そうね、いろんな挑戦することに挑戦して、その分野について詳しくなるっていうのもそうだけど、そもそもの自分の生活スタイルとか限界とかが見えてくるっていうのが大きいよね。あ、そっか、デスポット7200っていうのは敵の援軍がいたからか。今900って、って思って、今全然経験値こいつ900じゃねえかって思って、援軍の後だったからか、騙されるとこだった。そう、自分の限界を知れるっていうのが大きい一つのポイントっすかな。大事よねっていう。どっちから来たっけこれ。違う、こっちだな。左下降りときゃよかったみたいなことを言ってた気がするから。いやー、喋りながらゲームするって大事ね。自分がふとした言ったことで今思い出せたから。左下正解だったんじゃねえかって、なんかちょっとぼやいたよね、さっき。それでちょっと覚えてた。だからこっちから来たっていうのが分かった。
いやーいいね。一人旅、一人もいいもんですよね。今皆さんがどういう状況でこの動画ご覧になられているかよくわかんないですけども、一番見てほしいのはやっぱり一人で暮らしてて、休みの日、次の日休みで夜なんかおつまみ酒でも飲みながらとりあえず見てやるかスタンスでこの見ていただいている。なんか喋ってるけどまあまあ見といてやるかみたいな感じぐらいで見ていただけてるのが一番嬉しい。もちろんねゲームがっつり、このラグランチュポイントどんなんなんて、物語どんなんなんだろうってがっつり見ていただくのもいいけど、もう適当に聞き流して、なんかまたテッシーやってるわ、面白いわみたいなね感じで見ていただけると嬉しいですね。今後も他の動画もね全然まだ見てないっていう方はいっぱい一応あるんで、いやいっぱいって言ってもまだまだ少ない方だと思いますけれども、そちらの方もね見ていただ、間違えたクリークにスパーク、まあいいや、見ていただけると嬉しいです。これはここしかねえか。もうダンジョンの難しさとしてはベスタ2の方が難しいよね。これわからないもん、この通路通ると本当に。まあなんやかんやで帰ってこれましたね。これちょっと待って、なんだったらハイドロウィング使えた説、使えないのかなあそこからじゃ。あでも仲間呼び戻さないとダメだよ。いやこれ早い段階で来たら相当苦しいわ、これ一人だもんね、やばいよね。今だから楽にこうやってね適当に喋りながらできてるけど、でここですね、左側が入り口だと。これマリちゃんに報告しないといけないのかな。ユンがもういないってこと。おお、どうも、すみません、ジンさん、道に迷ってしまったのでここで待っていました。本当かお前。あこれリタが最初になっちゃうね。まあいいや、助かった。置いていかれたかと思ったぜ。いやいやいやと、いやいやいやと。おいジン、どこ行ってたんだ、心配したぜ。この野郎、こいつら適当なこと抜かしやがって。まあまあまあ、でもいいわ、楽しい楽しい。やっぱりあなたは戦士だわ、初めて見た時からそう思ったの。お願い、イシスを救って。もうお分かりの通り、イシスというのはランド2のことですよね多分。悲しい、切ない、戻ろ。あれちょ待って、サテライトベース、とりあえずサテライトベース行っていい？ハイドロウィングって使えないのかな、ここじゃ使えないのか、高速移動ここでは使えません。だからランド2に出て、ここじゃまだ使えないのかな、外で使うと、そういうことでしゃろ。多分いろんなとこ行けると思うんですけど、どうかな。ホバープレーンで
さあ楽しみですね。おお、やばくない？ランド2からファイバーシティ行ける、行け、はい、行けないと。ランドは一緒じゃないといけないということですね。オゾンシティ、ポテトタウン、コーンベース、オレンジキャンプ、そしてセンターシティ、はい、行きましょう。出発、気持ちがいい、よっしゃ。これ撮った回あるね。あー、街中とかだと使えないわけね。じゃあ一回外出ようか。外出て、あ、ここでマップ見てみましょうか一旦。そうですね、センターポテト、そうですね、ポテトタウンの右のところ、北東ですもんね。そうですね、この北は気になる、この北は気になりますね。ちょっとまあいっか。でちょっとちょっと、もともとよ、もちょポテトタウン行って、もともとは武器を買うために来たのよ。合成がめんどくさいから、アイテムそんなに持ってないからね。セラミボディとかいらねえわ。あいつのボディ、メガトンのボディから奪い取ってきたからね。3つしか買えないと。スパークサーベル、あとオキシドライフルでしたっけ、コーンベースは。コーンベースでオキシドライフル買って、もういろんな、いろんなやつ。コーンベース。違う、入った。違う、よくない。ダメ。あと、オレンジキャンプも行っときます？一応。オキシドライフル、これで3レベル、ランク3が3つですよね今。あ、と1つ変えたかな、そもそも変えるか。そうすると4、4ができて5が1つできるはずだと。オレンジキャンプランク3売ってないか、売ってない気がしたな。そんな気しません？どうだったかな。音波銃か、もしかして。わあ。ちょっと失敗しましたね。しゃあない。そしたれば、ちょっと面倒だけど、コーンベース行って、オキシドライフル買っときますか。これで、まあ、うまい感じで武器加工ができればなと。OK です。よしと。あれ、ちょ待って、いやー、なるほど、これうわー、これだるいっすね。センターシティが一番近いのか。サテライトベースに戻れんなこれ。あー、いけないよね、ポテト。ちょっとだるいっすね。これはちょっとだるいな。こっからもいけないっすもんね。もちろんいけない。いけるのかな。あー、ダメですね。いやー、なるほど。
OK。 そうしたれば、そうしたれば次回サテライトベースの武器合体をしたいと思いますので、サテライトベースでね、そこの動画からとなります。おそらくこの2つ、まあ2つ2つで44が作れて5がもう1個作れるはずなんで、はい。では、次回もお楽しみによろしくお願いいたします。テッシーでした。失礼します。